皆さんこんにちは、素晴らしい町おこし村おこしということでお話をさせていただきます。ですね、今日本の、自治体の半分がですね、人口が減ってきて高齢化で、だんだんとですね、本当に不便になってくるというのが結構出てて、ある統計によると30年後にはですね、本当に大都会以外はほとんどがですね、限界集落、ある意味でその基本的なそのライフラインが難しくなるというのは、今のところで人口どんどん減っていってですね、例えば下水だけでもね、その下水とか水道っていうのは まとまってれば供給しやすいんですけど、それがもう本当に広いところにパラパラの人だったら、その下水だって水道だって電気だって供給が難しい。だからできたらもうすいません、もう真ん中に ここにこの団地に集まってください。でその5階建ての団地にポツポツポツと住んでたら、本当にその配達だって大変ということで、本当にその減ってきたらどうするかというので、今のモデルケースがですね、夕張市ですね、破綻した町ということで非常に有名なんですけど、とにかくものすごく苦労がありますけど、まあなんとかですね、生活は維持できているというふうな状態ですね。夕張のようにもともと炭鉱でですね、ものすごく賑わって、元気な町だったんですけども、その炭鉱が閉鎖されてどんどんおかしくなっていく。あるいは軍艦島っていうのは長崎にありますけども、そこも石炭を掘ってものすごく賑やかだったんだけど、今は無人島になりました。で、まあ、そういうことでですね、その本当に収入をどう得るか、この村おこし町おこしをどうやっていくかっていうのは、今本当にちょっと人口の少ないところは本当に現在死活問題なんですね。でそこでグッドニュースをお話をいたします。長野県の阿智村っていう場所なんですが、そこは人口は6000人の、町というか、まあ、村ですね。さらにですね、やっぱり少子高齢化、まあ収入がないから若い人はどんどん出ていく、だから人口は減る、そして高齢化の波でどんどん町村が寂れていく。ところが面白いことに2006年、まあだいぶ前ですね、まあ10何年前にですね、まあある人がこの村に来た、まあ訪問者ですね、それが夜この村はもう何もないんですということだったんですけども、夜空を見上げたら本当に何もなくて暗いんですね、その村全体が。だから空がすごく綺麗、おまけにまあ長野って綺麗でしょうね、空が。ものすごく話題になって、それをですね、なんていうか環境省のなんかコンテストかなんかにその写真を送ったんだそうです。そしたらそこで1位、日本で1位になってですね、そして それが話題になって、日本で一番暗い村という名前と、日本で一番星空の美しい村ということで有名になってですね、今はナイトツアーとか星空ツアーとかですね、あるいは地域通貨のスターコインだったかな、なんかそんなのも発行してですね、観光客あるいは天文に興味のある人がもうたくさん訪れる。その人数がですね、6万人、人口ね6000人の村にそのナイトツアーで6万人が押し寄せるということで、もうまあ潤うというとなんですけども、本当にその何もないけども、それをみんながその喜んで来てくれてということで、空にぎわいになりますよね。その食堂とかおそらくビジネスも含めてとっても村はいい収入になってると思います。もう素晴らしい例ですね。もう一つ私自身が見に行ったことで、ご紹介したいのは、徳島県の、上勝町、上に勝と書いて上勝町ですね。でここは有名なのが葉っぱビジネス、何やと思うんですけども、ここもそうなんですね。10年以上前にですね、もうここ何もない、もう高齢化でもう仕事がないし、若い者は出ていくし、もうおじいちゃんおばあちゃんももう元気がなくなって、もうみんな腰曲がって、もう家より外に出んようになったということを僕現実に行って聞きました。でところがですね、あるおばあちゃんがここ何もないけども、なんか木とか葉っぱいっぱいあるなということに気がついてですね、その葉っぱをこう拾ってきて、まあ、きれいにこうして、そしてきれいに詰め合わせて、
こんなん使えませんかということで、なんか料亭だったかな、なんかどっかに出したそうです。そしたら、あ、いいですねいうことで、こんな定期的に送ってもらえますかいうこと、使ってもらえたら嬉しいですよいうことで、あ、じゃあお金こうしましょういうことで値段も決まってですね、そのおばあちゃんが葉っぱビジネス言葉あったかどうか分かりませんけども、そのおばあちゃんがそういうことをやりだした。でそのおばあちゃんがね、ちょっとあんまり金額なんか言わない方がいいかもしれませんが、だいたいね、その副業として年100万ぐらい副業でできるようになったんですって。でそれ聞いたら、いや、ほな私もやるわいうことで、今まで腰曲がっててもう動くの嫌だ言ってたおばちゃんがね、腰がピンとなって、で山に入れるようになったんだって。そしてその、私はここ私の縄張りみたいなことで、自分でいろんな工夫して、そしてこう料亭に送るとか、それをいろんな工夫をして、おまけにそれにインターネットを使うようになって、おばあちゃんたちがすごく活性化したしてですね、150件実際そういう農家さんが今あるそうです。そしてそれを葉っぱビジネスを中心にということで、彩りっていう株式会社を作ってですね、そこでその営業をして、でそこでその150件のおばあちゃんが登録をして、本当に今とても盛んにできているそうです。だから上勝町は今非常にこう活性化してですね、おまけにその若い人が入ってくるんですね。私その彩りっていうその株式会社に行くとですね、株式会社言っても実際にはもう第三セクターみたいな感じなんですけども、そこに本当に若くて元気な方がたくさんいてて、でそこの彩りの代表の横石さんかなから、紹介されたのは、いや、この人は新宿から来ましたとか、この人は東京の大学卒業してというふうに、むしろどん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 出ていくはずなのに、若くて元気な優秀な人がどんどん集まってきてるという、本当に素晴らしい場所になってます。この間もこれをお話しようと思って、ちょっと直接電話かけたら、いや、元気にやってますということでですね、とても嬉しい。ですからね、田舎って自分では何もないと思うんだけども、そこに行ってですね、別の目でそこを見たら素晴らしい、なんていうかな、ビジネスというか、活性化ができると思います。で、私の友人にもですね、そういうふうに村をこう、チームでね、建設家とかデザイナーとか、あるいは農業担当とか、いろんな人が訪れて、そして、あ、これがいいなとかね、これアピールしようかということで、村おこしのお手伝いチームが、おられます。ぜひ皆さんも自分の村、あるいは近隣の村にですね、素晴らしいことができないか、そういうウォッチ、ディスカバージャパン、ウォッチをしてください。どうぞ。